ピードのある横山がその様子を伺う。大野跳ね返してこのボール長谷川を収める。太田の前、太田持ち込んでシュート、4点目。太田の素晴らしいシュート、1対4。いやこれただ目が覚めるような素晴らしいゴールでしたね。しっかりとここで相手の前に入ってブロックをして、右足一閃、体重もしっかり乗せてね、この距離からこのコースにこのスピードで、素晴らしいゴールでしたね。これはこの角度を見てください。これここしかないっていうところですよね。